こんにちは、稲葉です。ぼちぼち学校では定期テスト、中間テストでしょうか。ということはね、テスト勉強になりますね。で、今日はそのテスト勉強にですね、役に立つツールを紹介したいと思います。もうかなり有名になってるので、ご存知の方多いと思うんですけど、名前はテストメーカーって言います。で、もう春ぐらいから出てるんですけども、その頃はですね、どちらかというと、テスト勉強する人の複数用のツールいう雰囲気が強かったんですけど、かなりいろいろ変わってきて、授業者、先生の立場からも使いやすくなっております。ということで、ここで紹介したいと思いました。はい。では、どうぞ。はい。一瞬でテスト問題が作られて、回答者、回答内容も表示できるツール。はい。テストメーカーです。名人さんという方が作っておられます。で、ここでは、実際にテスト問題を作ってみて、で、回答者の立場になって答えて、で、出題者の立場になって見たいうところまでやってみます。はい。まずはですね、ブラウザでテストメーカーっていきます。はい。こちらに穴埋めテストを簡単に作成できるツールってありますね。ここか。では、テスト問題を作ってみるとこから入ってみます。はい。Google アカウントを使ってログインします。はい。入ってみると、はい、入りました。で、基本的な使い方というのは、ここか。もう簡単すぎるんですけどね。これ、マウスですね。マウスでこうやって選択、ドラッグって選択します。で、離すと、もうそこが穴埋め問題になります。はい。やめるときは消せます。こうやって。で、共有、作った問題を URL と言って、だいって、それで答えてもらうことができるわけです。で、名前を必ず書いてくださいというのができますね。前はこれなかったように思うんですけど。で、装飾の仕方というのは別に大事ではないので、もうちょっと下の方に、写真とかイラストとですね、画像の挿入のがありますけど、一応挿入はできるんですけど、ベータ版っぽいらしくて、あんまり細かいレベルまで調整はできません。はい。テストのところからやってみます。まずは、テスト名を入れますね。ここでは、ヨーロッパの気候の特徴とでも、はい。で、ここが打ち込んでいくことができるんですけど、ここから打つのも何なので、もうワードとか何かテキスト問題があったらそれを貼り付けたらいいです。ここではメモ帳から貼ってみます。はい。コピペしました。ちょっと適当に切って会場行っていきますね。はい。画像はどうしましょう。はい。ここ、縦の棒が点滅する状態か。ピクチャーからこれをコピーしましょうか。コピーって。はい。ここで貼り付けできる。あ、はい。
汚いですね。小さくします。これで OK。場所を、位置を自由に変えるのは今は無理だと思います。まあ、とにかく入れることはできますので、この状態で。では、問題を作っていきますけど、こうですね。はい。やめるときは、こうやればいいんですね。はい。何度でもできます。はい。では、実際に作っていってみて、ここと、ここと、これですか。はい。3問作りました。で、選択肢いうのは以前はなかったです。これ、選択肢作ってみますね。西岸海洋線の上に乗せてるわけですから、生徒が出てます。はい。まあ、適当に他の答えも打ってみて。はい。これでいいでしょうか。はい。これでまあ、決定。一応、これで作り終わったとします。で、あ、必ず名前を書いてくださいにチェック。これも前はなかった思いましょうか。はい。選択肢を表示にもチェック入れましょうか。はい。これで OK ですか。あ、本当は保存する必要はない。自動的にも変わるたびに保存されます。で、URL をコピー。この問題ですね。試しにパワーポイントに貼ってみます。はい。ちょっとこれ、リンクが有効になるように変えますね。まだ繋がってないので。はい。リンク挿入に行きます。はい。OK。繋がる状態になったと思います。ちょっと入ってみましょうか。どうかな？はい。これは答える立場になります。どうしましょうか？まあ、適当に答えていってみて。はい。これちょっとわざと間違えてみますね。モンスーンって打ってみます。で、選択肢は、なぜか西岸海洋線が2つ出てるか、答えが分かってしまうっぽいんですけど、これどうなのかな？今後の改善でしょうか？私の間違い。まあ、とにかくこのままで西岸海洋線と答えも言った。名前入れました。稲葉と。はい。で、ここで採点する。はい。自己採点ができます。はい。正解と不正解もわかりますね。はい。で、出題者の立場になってみたいですが、もう一遍テストメーカーにログインしてみます。問題を出した立場で。ここですね。回答履歴っていうのがありますが、ここだと思うんですけど、こちらで。はい。稲葉いう名前が出てますね。で、内容もわかりますか？詳細を見る。ここだとか、はい、正解と不正解がわかります。はい、
ほう、使いやすいですね。はい。で、ちょっと、無料版とプロ版いうのがありましたけど、違いは何でしょう。プロ版は月に400円ぐらいですか。あ、デソートの作成が無制限。で、回答者が300まで。無料版は10件ですか。一般の教室では10件いうのは無理なので、プロ版になりますね。月に400円でこの機能で言うと、だってもいいかなと私は判断します。はい。いかがでしょうか。実はもう前から使ってます。パワーポイントとか Google クラスルームにこのリンクを貼って生徒に答えてもらったりしてます。すごく使いますよ。で、ちょっと体育祭も終わって久しぶりに覗いたんですけど、あ、回答者の名前が必須にできてた。前はまだだったように思いますんですけど、かなりのスピードで改善されてますね。名人さんっていう方、これ作ったんすごいと思いました。はい。では、これを使って、テスト勉強を頑張ってください。では、これで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、また。